こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日は、なんか前回ね、こうピアスとか、これどういう、何の石かっていう、いただいたんですけど、アンダラクリスタルってやつなんですよね。多分ね、こう天然石好きな方、すごくたくさんいると思うんですけど、パワーストーンね。このアンダラクリスタルは来てますね。アセンションの石って言われてて、もうガラス、もともとガラスが、まあ、なんかの形でこう、出てきた、昔のガラスみたいなものみたいなんだけど、昔のガラスって言ってもすごい、こう、なんていうのかな、最近出てきた石なんですよね。これって、天然石の中でも。そう、だからちょっとみんな、あんま解明されてないものだと思うんだけど、すっごいパワフルなんですよね。私もずっと気になってたんですけど、このコズミックアンダラクリスタルっていう、宇宙系のね、この石を見た時にあったと思って、そう、これでアクセサリーを作ってもらったんですけど、そう、アンダラクリスタルはね、結構持つといいと思いますね。アセンション、本当にこう、本当にパワフルですね。つけた時に私は耳鳴りが止まんなくなって、こうピアスとかさ、つけて近くにあった時に、キーンっていう音が、まあ、結構来てたりして、すっごいなと思って、ちょっと意識が飛ぶようなとこが私的にはあったんだけど、まあ慣れてきたね、これも。よかったらね、つけてみる、つけるっていうかね、近くに置いてみるといいと思います。で、今日は、新世紀科学の話をしたいと思っています。新世紀科学って、フラワーオブライフとかね、メタトロンキューブとか、マカバとか、いろいろありますね。でね、これ、この本持ってる人多いんじゃないかな？フラワーオブライフの。ドランバロ・メルキゼテクさんですね。これ、その人が書いてる本で、もう超難解な本ですけど、まあ、いろいろ書いてあるってやつね。で、私、この人のワークショップに行ったんですよね。この人に直接受けたわけじゃないんだけど、それからね、なんとなく意識的にドランバロさんの意識とちょっとつながってきて、意識では仲良くなってるんですよね、なんとなく。ドランバロさんと。多分、宇宙でなんか仲いいというか知り合いだったのかなって思うんですけど。ほらほら、ちょっと静かにしてください。お願いします。で、今ね、これこっちの方の本が分かりやすいみたいですね。ハートの聖なる空間へっていうドランバロさんの本があるんですけど、私ね、このね、ドランバロさんの、この、まあ、新世紀科学の話もそうなんですけど、このね、考え方というか、まずドランバロさんってやっぱ宇宙人みたいなんですよね。あんま地球に転生してない。2回目だとか言ってたかな？うん。全然転生してなくて、で、メルキゼテク意識の、なんか、まあ、ウォークインとか言ってたから、やっぱかなり書いてあることとかも、もう宇宙的なことを書いてあって、それでこのハートの聖なる空間へっていうのはハートのことを言ってるじゃない。これ何なのかっていうと、この結局さ、人間って頭の方に意識がいってるんだけど、こっちなんだよね。私たちってここの中に、まあ、ハートのところに結局、まあ、全ての宇宙があるっていう感じだから、頭の方にあるんじゃなくてこのハートの方にあるみたいなんですね。だから意識をこっちの方に持っていくっていうの、ハートで感じるとかさ、うん、どうしても頭の方がなんていうのかな、優勢になっちゃうっての、うん、だから思考が強くなったりとか、どうしても、私たちってこういう地球に今まで生きてきてるから、頭の方に意識が向きがちなんだけど、まあ、ハートの中にこそ、まあ、宇宙があるっていう感じで説いてる方なのね。で、頭の、結局さ、私もね、ここをね、すごい大事にしてるんだけど、自分の選択するときに、なんか例えばさ、世界中に何かやりたいって思うとするじゃない？その時に頭の感じで、こう、頭で考えてみたいな感じにすると、それがさ、結構無理があったりするんだけど、ハートで感じたり、ハートでやりたいなって本当に思ってることだと、やっぱりスッとうまくいくみたいな、なんかそういうとこがあるかなと思うから、
なるべくハートで、うん、本当にやりたいのかとか、あのハートでどう感じてるかっていう、こっちのバイブレーションの方に意識をしていくといいんじゃないかなと思う。すごくやっぱり本質をついて、宇宙人だから本質ついてんなみたいなのすごいあるし、まあ、この本でね、フラワーオブライフで、まあ、すごいもうこの本みんな持ってるよね、多分新世紀科学好きな人は、うん、でこのね新世紀科学って、まあ、私もちょっとそんなに詳しいわけじゃないんだけど、まあもう全てがさ新世紀科学で成り立ってるみたいなんですよね。こういうフラワーオブライフとか、まあ、シードオブライフからこの丸と丸がこうやってくっついてみたいな、顕微鏡で見た時にさ、ここから始まってどんどん増えてってみたいな感じで、私たちがこうやって見えてる世界っていうのはいろんな形になってるようだけど、その原理というか、なんていうのかな、設計図みたいなものとすれば、このフラワーオブライフとかシードオブライフとかツリーオブライフとかさ、そういうところにだん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 大きくなってみたいな感じでなってるだけだから、元を正すとみんな同じ設計図の中でなんかできてるみたいな、そんな感じみたいなんですよね、うん、でそれの形を表してるから、やっぱこれこういうさ、この図形、このフラワーオブライフの図形を見た時に、やっぱりもう自分のさ感覚というか魂としてはもうすごく反応するんだと思うんですよね。これが結局真理を解いちゃってるから。で日本とかもそうだと思うんだけど、すごい大事なところにこういうフラワーオブライフとかのこのよくね、なんだっけ、家庭科のなんかこういうのを塗ったとかさ、風呂敷の柄とか、だからあとその神社とか、神社ないじゃないか、お寺とかかな、あとはインドとかでもやっぱりこういうのがさあるんですよね。お寺の中のこうどっかのとこにこういうマークがあったりとか、なんだっけ、世界中のね聖地みたいなとこに行くとやっぱこういうマークがあったりするんですよね。分かってんだよね。だから古代の人たちは分かってたみたいな感じで、もうこの図形時代に超パワフルなパワーがあるんですよね。まあ、これが結局私たちの元だし、これで成り立ってるからね。そう、これが形を変えてるように見えてるだけだから。でこの新世紀科学を見るとさ、もう私はなんていうのかな、てかもうスターシードはたまらないんですよね。まあ、宇宙人はたまんないというか、なんか知んない、これね、もうね、わかんないんですけど、これ見るとやっぱすごい元気になるんだよね。元気になるし好きだし、なんで好きなのかわかんないんですよ。なんで好きなのかわかんないんだけども、これ見るといても立ってもいられなくなる。なんつうのかな、もう好きすぎて倒れそうみたいな、なんかそういう感じ。そうだから、この新世紀科学っていうのがまあ好きだなと思ってて、それでハイヤーセルフがまあこれからどんな形でやっていこうかなとかさ、よく私も話というかね、インスピレーション来ないかなと思って、そっちハイヤーの方に意識向けたりすると、だいたい来ないんですよね、その時には。でもまたトイレ入ってる時とかにいろいろ期待して、でそこの間ハイヤーから新世紀科学のものをこう世にね、ものすごいこう死ぬほど出すみたいないっぱい出すみたいな、うん、そういう感じのが来て、でわーと思って、嬉しいと思ったんですよね。私やりたいと思って、でも私一人じゃ無理だから、まあ、サロンの人たちに声かけたりして、そしたらもうさ、ちょうどみんなやっぱ来てたみたいで、新世紀科学のね、もうさ、なんだろうね、この新世紀科学がなぜにこんなに好きなのかっていうのはもうよくわかんないんだよね。わかんないんだけど、とにかく好きだし、で商品があんまないからいっぱい作ってみたいな感じで言ってて、まあいつかね、皆さんのところに紹介できるんじゃないかと思うんで、いつかっていうか、うん、紹介していきたいなと思っています。で、まあそのね、これからのビジョンのところで、やっぱさ、こう強いなんて、私ほら世界規模とか宇宙規模でやっていきたいっていうのがやっぱずっとあったんです。こういう業界っていうの、スピリチュアル業界に入ってから、そうだな、すぐではないんだけど、ある程度まで来た時に、なんか日本のスピリチュアルとか結構進んでんじゃないかなと思ったんですよね。能力が高い人がこんなに日本
っているんだなって。私ほら結局日本人の人を対象にさやってますから、やってたから、こんなに能力が高い人がいるんだっていうことにびっくりして、これをやっぱりさ、じゃあ世界に発信していくっていうか、結局困ってる人とかたくさんいるからね、随分こうなんていうのかな、やっぱ精神的に病んでる人とかもね、いると思うし、やっぱ本質的な部分がよく分かってる人が、日本にはたくさんいるんじゃないかなと思って、世界にねどんどん配信していきたいなって今思ってるんですけど、それはもう随分こういうスピーチャルを始めた頃かな、結構来てましたね。あ、なんかやりたい方向が見えてきたみたいな感じのとこがあったかな、で、その軸になるところがさ、やっぱり私宇宙が好きだし、宇宙系が好きだし、で、こういうスピーチャルだけでもいいんだけど、新世紀科学っていうのが多分結局世界共通とか宇宙共通、宇宙そのものなわけだから、この新世紀科学っていうところが一番助けになってくれるんじゃないかなっていうビジョンが見えてきたんですよね。やっとハイヤーにオーダー出してて、なかなかそのさ、どういう感じでっていうのを出してくれなかったんですよね。来ないなと思って、なんとなくビジョンとしてはあったんだけど、何をベースにしていくのかとか、あとなんていうのかな、バシッとしたなんかちょっと柱になるようなものが欲しいなって思ってたんですよね。そう、何が柱になっていくのかなみたいな感じだったんだけど、やっぱベストタイミングで来たなって。だから自分がさ、早くくれよって思ってくれよみたいな、はい、やちょっと下ろしてこいみたいな思った時、全然下ろしてこなくて、なんだみたいな、なんかちょっとふつふつとするものがあったんだけど、やっぱり何かが開けてきた時、エネルギー的に多分さ、だからこうタイミングでパッとこう自分がキャッチできる時とか、やっぱり受け取れる時のタイミングっていうのがベストなんだろうね。これはすごいやっぱハイヤーの、ハイヤーセルフって面白いなと思って、その時に結局サロンの中でさ、昨日だったっけ、一昨日だったっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、もうさ、それのタイミングに会った人がもうものすごいたくさんいてすごいな、やっぱりハイヤーのタイミング、もっと早い段階で私は思ってたけど、ハイヤーから来たタイミングが昨日だった、昨日か一昨日か、忘れちゃった、そんな感じだったんですね。そうだから、ベストタイミングっていう感じになってくんだなっていう感じです。で、そうだな、やっぱ日本のエネルギーというかさ、こういうスピリチュアルなことのエネルギー、スターシードのエネルギーみたいな、なんかそういうのを本当にこう地球の中でね、こう充満させていきたいというかなんかそういうのはすごいあって、なんかこういうさ、楽しいじゃん、なんかもうさ、理屈じゃないもんね、これ。このマークがなんで好きかわかんないけど、みんなこのマーク見ると元気になるでしょ、なんだか知らないけどね。そう、もうこれ見てればいいんですよね、これを持ってればいいし、これが近くにあればいいんですよね。なんかそんな感じなんじゃないかと思うから、なんかね、そういうことができたらいいなと思います。でね、あと、これからのそのスピリチュアルっていうのかな、スピリチュアル、宇宙のこともそうかなと思うんですけど、地球でっていう感じだな。アートのね、もう世界に入って、世界というか時代に入ってきたんじゃないかと思うんですよね。アートと融合していくみたいな、なんか今までのスピーチャルってちょっと地味なんですよね。ヒーリングとかチャネリングとかアカシックレコードとか、そういうのを見て自分の生活に生かしたりセッションしていけばいいんだけど、それだけじゃなくて、やっぱこう楽しさみたいな、そういう、結局ヒーリングとか、チャネリングとかって今までこう癒されてない人みたいな、ブロック解除とかもそうだと思うんだけど、癒しが必要な人がたくさんいたから、そういうのをたくさんやってきたりしてきてたんだと思うんだけど、これからのこうスピリチュアルっていうのはもうだんだん癒されてる人が増えてきて、自分を生きる人が増えてきてるわけだから、こういう目に見えないことを今度は表現っていうところに来るんじゃないかと思うんですね。で、宇宙って結局さ、表現で競い合うというか、競うって言っても、このなんていうの、答えがないから、それがまた面白かったりすると思うんですよね。
例えばリンゴを見た時に、例えばですけどね、リンゴを見た時にどう思うかっていうのを、絵で表現しようとかさ、したらもうみんながいろんな絵描くわけじゃない。そういう感じのこう楽しさみたいな、どれもいいねみたいな、こうするんだとかさ、そういう感じの楽しさを多分こうみんなで分かち合ったりするようなところをずっとやってきてるんじゃないかと思うんですね。で、地球もきっとそういう感じのアートとか表現、あとはアートでしょ、表現、うん、あと 芸術というか音楽とかさ、うん、そういう感じのところがもっともっと強くなってくると思うから、スピリチュアルとね、そういうものを融合したようなことがこれから始まってくんじゃないかな。まあもう結構始まってきてると思うけど、そういうことをね、やっぱりやっていきたいんですよね。アート、うん、アートをどんどんこう、なんていうのかな、まあ、日本のアートとかね、世界中のアートとの融合、スピリチュアルなこととこうアートの融合、まあ、結局さ、すっごいこうアーティストの人ってさ、もうチャネラーですよねチャネラーでありヒーラーでありみたいな、うん、この音の、例えば歌詞だとするとさ、音の波動にさ、そのエネルギー乗せてみんな癒すじゃないですか。そのあの生粋のチャネラーでありスターシードみたいな、そういう感じですよね。そう、これがもっともっとこういう、ね、こういうことを仕事にしてる人たちも、この表現の幅とか、自分を表現しながらそういうことをやっていくような仕事の方向になったりしていくんじゃないかと思うんですよね。そうそう、なんかこういうのがだから、なんていうのかな、まあいろいろ日本とかね、世界とかいろんなとこに発信していきたいし、私はそうだな、アートとしては、まあ私はそんなアートというかね、やっぱ人の表現を見てるのが結構好きかな。私も表現するのも好きだけど、うん、なんかこう多様性を見るのがすごい好きで、それをやっぱりこうもっともっと拡大していきたい、宇宙規模でやっていきたいっていうのがあるから、拡大していった時にこういう、なんていうの、こんな面白い人たちがいるよみたいな、こんな面白い表現があるよみたいなところをやっぱこう世界中に配信できたらいいなと思うんですよね。よくないですかなんかそういう、うん、そういうことをやっぱやっていきたいですね。面白さをみんなで共有したいみたいな、そういう感じ、うん、これからなんかそういう感じにスピーチャーもなっていくんじゃないかなと思いますね。だからまあ新石器科学もね、うん、気になってる人、このね本本当にねいいですよ。ハートの聖なる空間へ、瞑想の方法とかもあるし書いてあるし、この今だからこの何だったっけな、この第2巻に書いてあるやつ、これが第1巻なんですけど、第2巻に書いてあるやつは今はなんかそれのマカバを回すんだけど、それはね今やってないっつってて、うん、このどちらかというとこの第1巻の方がそれに近いって言ってましたね、うん、本当にね、このドランバロさん、ドランバロさんさ、やっぱりさ宇宙人じゃないですか。もうほぼフォークインだから、もうエネルギーがさすっごい優しくて子供みたいなんですよねおじさんだと思うんだけど、会ったことないんだけどね。そうだからすごいこういうさ、なんていうのかな、意識でつながれることとか、あとはこういう新石器科学っていうのが私のところにも来てたじゃないですか。今こうやって配信してますけど、なんか嬉しいみたいで、ドランバロさんもそうだし宇宙も喜んでる感じがして、これからねワクワクしてます。私もワクワクしてるし、なんかすごいみんな喜んでんじゃないかなっていう感じするし、あとは必要な人たちがたくさんいるんだろうなと思うから、うん、ね、こういうフラワーオブライフのものを身につけたり、なんていうのかな、まあ、ピアスとかね、あとどんなのあったっけ、 絵とかね飾ったりとか、もうそれだけで本当にねものすごいパワーあるよね。癒しのパワーっていうのかな、うん、多分こうずっとさ、私もこれを、この絵をずっと見てて、うん、2日ぐらい食べないでいいんじゃないかなみたいななんかそんなこともできそうなぐらいのパワーあるよね。2日ぐらいずっと見てられるんじゃないかな、このマークをみたいな。そう、もうこう瞑想状態に入っちゃうね、こういうの見てると、うん、それだけパワフルなものだと思いますので、まあ皆さんもね、よかったら近くにね新石器科学を置いてみたり、新石器科学を楽しむといいんじゃないかなと思います。はい、ではまた配信したいと思います。ではでは。